龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち暗い幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした。にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。
殴り合いで蹴りつける。え、斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れて気分なんだ。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とる。ウロヤン時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。うう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズー、いっちょ暴れたら。困った人たちだな。はっ、トゥー、ちょっと、うわくそ、はっしょっはっしょっていてい、はっふっていてい、ふっしゃしゃおいくそ、はっしょっはっしょっとはっしょっとだな。食ったな。
さんに。じゃ、まだやんの？お前ら、今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらおうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。